いろいろ問題じゃない。明日の上下になってるから、あらあらあら、姿勢とかで疲れるか分かるから。うん、まあ、めっちゃ疲れてる、姿勢悪いから。今そう普通普段の時もね。めちゃくちゃ元気。あ、撮ってる。やめてよ、おじゃん。撮ってな。ズッチーな。古くないズッチーなは。世代的にもう下の子たちわかんないよ。中山さん、ズッチーナわかる？モノマネしてる人ならどうだった？あ、じゃあちょっとモノマネしてみて、そのモノマネを。お願い、お願い。ズッチーナさ、三平さん、じゃあ、三平さんだったらどんな感じ、モノマネ。あれだよ、まず。とりあえずお互いもう、振り向いたらダメよっていう、あれで、こうやって歩き出す。で、こうやって振り向いたら、そっち見てる。辻穂波が。あ、どっちなーって、この笑顔で言う。どっちなーって。曲がやらないです、それで。やーべ、さすがだわ。ちょっと、長山さん、やっぱこんくらいいかないと笑いって取れないんだよ。行き過ぎないとダメっすね。そうなんですよ。行き過ぎたら滑っても大丈夫だから。行き過ぎたら滑っても大丈夫だから。なるほど。じゃあ午後も頑張ってください。頑張ります。決まってますね、三平さん、今日。そうだね。今日が一番キレてるわ。キレてる。今日も素晴らしい人ですからね。ハッピーで今日もハッピーで。今日もハッピーですね。はいはいはい。じゃあ、角野選手です。今の場面はね、絶対3回勝ったわけ。スノーダッ。あ、いいね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 。一番やりづらい。フロアでちょっと会話してよ。はい、いいね。笑顔でちょっとバスケ、バスケ。笑顔で、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 キーパーを最悪せよ。あとちょっと小野さんですよ、ね。笑顔。はい、角田さん。それで使いましょう。それで使いましょう。もう寝た。足出さない。足出さない。大体新しい担任の先生に角田さん。はい。角田学徳。はい、違います。はい。はい。じゃあちょっと待って。三瓶さんどうなった？